カーテンカーテンとは、遮光、防音、間仕切り、覗き見防止などを目的として、窓や部屋の出入り口、玄関などに吊り下げて使用する家具。主に布製で、水平方向に広げたり折りたたんだりして使うことが多い。日本で普及し始めた大正期頃は、窓掛けとも言った。カーテンレールの一例部屋の遮光等に使う場合は、通常、 窓の内側にカーテンレールに吊り下げる形で取り付けて用いられる。カーテンレールはカーテンブラケットを用いて壁などに固定されている。カーテンレールには複数のカーテンランナーが取り付けられており、吊り金具を用いてカーテンランナーの部分にカーテンを吊り下げる。2枚一組のものを窓の両側に吊るして両開きとする場合と1枚を 窓の片側に吊るして片開きとする場合がある。カーテンを用いる必要がないときは、端のふさかけ具に取り付けられたタスセルにまとめて置かれる。カーテンレールのない場所で用いる場合には、カーテンロッドが用いられる。厚手の生地のカーテンをドレープカーテンといい、ドレープカーテンの中に取り付ける。半透明のカーテンをレースカーテンと言う。レースカーテンよりも厚手で、ドレープカーテンよりも、 薄手のカーテンをケースメントと呼ぶ。機能としては、就寝時に外部の光によって眠りが妨げられるのを防ぎ、また中の光が外に漏れるのを防ぐ。さらに、外から中を覗かれるのを防ぐ、遮蔽の効果もある。その他にも、室内外の音を和らげたり、室内を保温、保冷したりする効果もある。このためカーテンは、耐熱性を持つものが望ましい。カーテンには、 室内装飾としての機能も持ち、窓の大きさや、家全体や内装、他の家具との調和、居住者の好みなどで選べるように、様々なデザインの製品が販売されている。種類が豊富なため、デパートや大型家具店では、カーテン値だけで一つ売り場を作れるほどである。カーテンのオーダーメイドや、専門店もある。部屋の間仕切りのために吊り下げて使用されるものに、アコーディオンカーテンがある。 デザイン性や遮蔽性が高いカーテンだけでなく、現代では使い捨てもできる安価な紙製カーテンも販売されている。建築物用以外に自動車用カーテンのように車両、船舶、航空機用のものもある。劇場のカーテンカーテンコールという言葉があるように演劇やパフォーマンスで使われる幕も英語ではカーテンと呼ぶ。推理作家、アガサクリスティが 探偵エルキュール・ポアロの最後を描いた作品のタイトルもカーテンという。ユダヤ教とキリスト教ではカーテンは特別な意味を持ち、エルサレム神殿で聖書と契約の箱が安置されている、イタリ聖書を分ける役目を果たしているカーテンを垂れ幕と呼んだ。新約聖書の中にイエスが死んだ時に人と神のつながりを象徴するものとして神殿の垂れ幕が二つに裂けたという記述がある。 また、外部から中を見通しにくい国家、組織の比喩としてカーテンが使われることがある。冷戦時代の鉄のカーテン、竹のカーテンである。日本の温泉場で使用されているのれん、アコーディオンカーテンカーテンのような車高用インテリア製品としてはロールスクリーンやブラインド、サンシェードなどがある。ロールスクリーン付属のコード、またはチェーンを調節することによって 布を巻き取る形で垂直方向に開閉するインテリア製品。プリーツスクリーン付属のコードを調節して布を波状に折りたたみながら垂直方向に開閉するインテリア製品。パネルスクリーン布を張ったパネルを引き戸のように水平方向に開閉して用いるインテリア製品。日本では伝統的に日差しや視線を遮ったり空間を仕切ったりするために 様々な道具や建具が使われてきた。ついたてや屏風を床に置いたり、吉津を立てかけたり、すられやのれんを吊るしたりする。建物近くの支柱や紐、網に吊る性植物を繁茂させて、夏の日差しや暑さを和らげることを、グリーンカーテン、緑のカーテンと呼ぶようになっている。ABC 賞分類定義カード特許庁1、例として、カーテン専門店フィールを勝ち待ち店。 一例として、空室対策専用ペーパーカーテン。一生分類定義カード特許庁緑のカーテン坂田の種。航空機用電子カーテンジェンテックス社。コトバンク、エアカーテンを用いたクリーンブース、T、クリーンエアウォールを開発体制建設プレスリリース2018年4月13日、閲覧。ありがとうございます。